星、あれは帰らぬ、あの人なのか。そこからこの俺見えたなら、深酒寄せよと誓ってくれよ。寒流の海、また春が行く。会いたい会いたい、もう一度あの人に。についてちょっと聞きたいことがあったんです、はい、というのが僕はブログをやっておりまして、うん、ブログの中で韓流の歌詞について、うん、いろんなこう妄想とか、はい、想像とかいろんなことしてこの曲はこうじゃないかってことを考えたので、うん、ちょっと答え合わせしていいですか。いいですよ。いいですか、はい、まずこの曲は歌詞の中にどこの地名とか出てこないんですけど、はい、僕が思ったのはこの歌は函館が物語の舞台じゃないかなと思うんですが、どうでしょう。いや、もう実はですね、はい、僕もステージでそういう風に言ってるんですよ。え、嘘。
寒い流れって書いて寒流じゃないですか。そうですそうです。だからきっとあの大津空海のそこら辺の歌なのかなって、うん、北海道を舞台にした曲じゃないかなと、はい、僕もステージで言っています。よかったでなんでこんなことを思ったかっていうのをブログに僕書いたんですけど、改めてちょっと話したいんですけど、矢車草って歌詞が出てきますね、はい、これが石川啄木っていう詩人がいまして、はい、函館に住んでたあの昔の詩人がいるんですけど、はい、石川啄木が函館の青柳町こそ悲しけれ、うん、友の恋歌矢車の花っていう詩を書いたんです。ポエムみたいなのを書いたんです。でその中に矢車草って出てくるんですよ。で函館は5月とか6月に矢車草が花が咲くんですよ。そうですよね。そうなんです。たちまち岬の方にも咲いたりとか、はい、青柳町にも咲いたりするんですけれども、はい、函館じゃないかなと思いました。すごい合ってますか。合ってます。合ってます。すごいですあとですね、やっぱ海峡って出てきますよね。海峡、はい、海峡っても出てくる。あれやっぱ津軽海峡じゃないかなと。ああの函館と青森の間にある海が津軽海峡って言うんですけど、はい、そうですか。そうだと思います言わせてるような感じがありますけど出船を止めたって歌詞であるじゃないですか。ありますあります。あれ出船ってことはやっぱ港があるでしょ。はい、函館港あるんですよ。ありますよね。あります。やっぱ函館ですよね。そうです悲しい別れっていう歌詞が出てくるんですけど、はい、別れの字が、はい、水木先生が書かれてるのが永久の永にこう、そうなんですよ、決永決って書いて別れってなんですけど、はい、これ意味を調べたら亡くなった人死別した、そうです、死んで別れたっていう意味で別れという言葉を使うんですって、はい、だからその主人公はその友達が亡くなったんじゃないかと、漁師だったんじゃないか友達が。僕は最初は男と女の別れかなと思ったんですけど、うん、海を出てった人が、それが漁師だったんだけど、うん、嵐が来てたの、うん、嵐が来てで分かっていたなら止め出船を止めたっていう歌詞があるんだけど、はい、嵐が来るって分かってたら漁なんか行かなきゃ、行かないでって言おうと思ったんだけど、うん、でも漁に出ちゃって、はい、その人は船がこうなって亡くなってしまったで別れちゃったっていう男と男の別れだと思うんですけど、そうですか。実はですね、はい、あの水木礼二先生も、はい、こう海に出て遭難されて、うん、もう亡くなった人へのもう二度と会えない人への思いを歌ってる曲っておっしゃってましたので、はい、そうです。正解やったあすごいですね。さすがですね。よかった、嬉しい。さすが乱脈曲もカバーされてる、あの新さんだからこういう解釈ができますね。いやそうなんですよ。すごいです。よく想像しながらねこの歌をね、はい、楽しませていただきましたので、この後ですね2人で一緒に歌わせていただきます。ぜひ聴いてください。